はい、どうも T.T です。どうですか皆さん、レベルを上げてみました。お金も増やしてみました。まあなんか前回、ちょっと不安を抱えてたんで、レベルに、多少ちょっと上げようかなっていうのと、あと前回途中で終わってすいません、ヨナのとこ行くっていうとこあったんだけど、なんか動画がおかしくてちょっと撮れてなくて、ヨナだけ話終わっちゃったんだよね。で僕はちょっとどういう話だったかを言ってきますね。で、ヨナ寝てますと。で、話しかけれて、お兄ちゃん、どうしたヨナ、痛い。大丈夫か、痛いよ。大丈夫かヨナ、痛み止めでもあれば。から、ポポルさんのとこに聞きに行くっていう。あっさり説明終わったね。こういう感じでポポールさんのとこ行きましょうっていうところからのリスタートです。いや、なんか動画の調子がね、パソコンのスペックが多分足りてないんだよね。ちょっと機械見ながらパソコンも買い替えなきゃなとは思ってますけど。あ、違う、ポポールさんのとこ行きますね。はい、着きました。お邪魔しまーす。ポポルさん、鎮痛剤。ポポルさん、痛み止めの薬を分けてもらえませんか。ロキソニンかボルタレンか。え、痛み止め。ヨナの病気がひどくなって苦しいみたいで。そうなの、かわいそうに。それだったら薬ウオがいいかもしれないわね。薬ウオ。薬ウオ、海岸の町で取れる魚なんだけど、強い鎮痛作用があるって聞いたことがあるわ。わかりました、ありがとう。海岸の町は南平原の先にあるんだけれど、最近は魔物が出るって聞くから気をつけてね。なるほど。じゃあ次の町に行くっていうことなのかな。っていうかさ、俺ちょっと気になってんだけど、あのさ、町にあったさ、武器屋さんあるじゃん。あそこの武器って、この初回購入特典とどっちが強いのかなっていうところで、もう正直金もあるから、買えちゃうし、強いんだったらもうそっち買っちゃおうかなって。あ、だけど次の村、町行ったらあるか。見てみようか。いやー、で、クエストもね、結構もうクリアして、あとそうだね、そうゼンマイはまだ手に入らないのと、遠出の買い物っていうやつで、海岸の町、次行く町でのクエストだから、もう多分ここでのクエストは多分全部終わってると思うので。ああ、そう、ここね、見てみよう。よっしゃい。うわ、百獣の剣は強いじゃんね。魔力も 40% 上がる。どうなんだろう。お金あるし、ちょっと買ってみる、買ってみようか。172、今の剣もかっけんだけどな。でもやっぱ百獣の剣だからね。よし、買おう。よし、毎度。で、じゃあちょっと装備してみようか。違う、ボタンいつも違う。うわー、なんかダセーな。こっちの方がなんかシュッとしててかっこいいよね。ただ使ってみようか。重さって振り方関係あるのかな。ちょっと進んでみよう。あー、やっぱダセーな。このダサさが嫌になるまで使ってみようか。だけどせっかく買ったしね。で、こっちを、あ、なんかいる、なんか、あ、イノシシか。イノシシ乗れた。さあ、あっちに行け、魔物め。村人が襲われておるぞ。われてる。もうレベルも高けりゃ、もう
剣もいいんだから、こっちは最強よ。あ、これね、使いたい。死ね。けど、マスコイツールは使ってこねえな、魔法。はい。大丈夫ですか？助かったよ。ここも物騒になってきたからね。分かってたんだったら来なきゃいいんじゃない？これはお礼だ。使ってやってくれ。嘘でしょ。ここで剣手に入れるの？待て待て。これ強いとかやめれよ。今月光と闇くれたんだよね。なるほどね。よかった、強くなくて。さあ行くぞ。もののけ姫のやつみたいだね。なんつったっけあいつ。どっち？ノーマップ。あ、俺マップ買ってないか。こっちしかない。まあいいか。一本道か。じゃないな。あれマップ買ってなかったっけ？すごいでしょこれ走れんの。でとりあえずまっすぐ来たら、あ、町着いたっぽいね。合ってたっぽいね。え、めっちゃ綺麗で大きい町、橋崩れてる。港町なんだね。どうにも疲れるね。この年で階段を登るのは辛いね。でも今日こそあの人が戻ってくるかもしれん。灯台の明かりを消したままになんてできないよ。若者やってやれや。薬をか。むやみに探しても見つかるわけではないな。どうしよう、どんな魚かもわからないし。ひとまず町の住民に話を聞いてみるのがよかろう。そうだね、お店で売ってるかもしれないし。てか今のおばあちゃんの声は何？ここにいながら聞こえたのかな。あー、なるほどね。町のマップも必要なんだ。誰かマップください。ここは数少ない港町よ。町の中心には郵便局があってね、ここからいろいろな町に手紙だったり荷物だったりが配られるの。あとはそうね、海でしか釣れない魚も需要が高いかしら。あ、いい女もたくさんいるよ。需要は高くないけどね。いい女なのに。あなたですか、いい女。貿易のおかげでこの町は他と比べてだいぶ裕福よ。じゃ買い物を素材屋さんで売ってるかもしれないとかって言ってたから、あ、どうした？お兄ちゃんと遊びに行く約束したんだけど、全然外に出てきてくれないの。なんだか指が黒くなってたみたいだけど。え？鉛筆の上に指こすったんじゃない？薬湯をかい？確か魚屋に売ってあったと思うよ。あ、ついでに野菜や果物はいかがかしら。普通に売ってんだ薬湯を。ここら辺、あ、全部売ってんじゃん。買ってこう。ここら辺って何に役に立つんだろうな。畑とかも調子あるのかな。で、どこだっけ。多少値が高くても外国製ってだけで売れるから不思議なもんだな。あ、こっちだ、こっちか。薬湯を？それなら魚屋に売ってるはずだよ。ついでに何か買っていくかい。何屋さん？道具屋さん。薬草あるし、傷薬は？あ、 60% 回復するんだ、めっちゃいいじゃん。欲しいけどな。あ、海岸の町の地図、これは買おう。南平原の地図買おう。うん、あ、地図とかも買うんだね。へえ、ま、誰かくれるわけじゃないんだ。あー、着いた着いた。あー、あ、セーブポイントもあるね。で、武器屋見てみようか。武器屋、これ武器屋。あ、入れるとか。このゲーム建物内に入れるとかはないのかな。
だ、上かな。うん、なさそうだね。みんなそこで商売してるね。新品ってほどじゃないが、いい武器は揃えてあるつもりだよ。どれ買うのミスったかな。あれ同じもの売ってるじゃん。ごめんなさいね、高い方買っちゃいました。はい、通り。お代お金余ったんで。何か買っていかないか。魚屋さんってどこ知ってますか。魚屋さん、あの海に見える橋があるだろう。旧世界ではあの上を大きな鉄の乗り物が走っていたらしいな。綺麗だね。ラチが開かぬが。うん。教えてしろ。うん。では薬王に詳しそうな人間を探してみるか。え、そんなことができるの？もちろんだ。最初からそうすればよかったじゃないか。いや、っていうか薬王の場所を教えてくれればいいんじゃないか。すぐに助けを求めるのは人間の悪い癖だ。いや、助けをこう言いますかって言われたらなんか腹立つね。これ後でも行けるかな。一回家にしたいな。なんかやれるしって思うからちょっと探してみようかな。そうか、自らの力で探そうとするのは立派なことだ。ちょっとじゃあ探してみますね。何、薬を？うん。ああ、そんなんならすぐ釣れるだろう。来た、釣りの天才。ちょびげじいさん。ここじゃ釣れないんだよ。あ？竿をやるから自分で釣ってこい。薬をは西の入り江で釣れるぞ。釣り方？そんなことも知らないのか。ごめんなさい、知らない。初耳です。魚の動きとは逆方向に体を動かすだけだ。ほうほう。ほら。ルアムやろ。釣りは魚との体力勝負だからな。頑張れよ。釣りできるようになるんだ。自分で釣るんだ。釣りは西の入り江で釣れるぞ。頑張れよ。西の入り江。ああ、バツついてるね。あそこか。オッケーオッケー。まずでもさっきの灯台のおばちゃん気になる。おばあちゃん気になるよね。灯台行ってみたいな。まずは入り江に行ってみよう。この先の灯台に住んでいるばあさんには注意した方がいいよ。あの人に関わるときっとろくなことがないからさ。え、そうなの？なんかあのばあさんっていうかおばあちゃん、なんかけなげですごい良かったけどな。あ、釣りと表示されている場所で丸を押し、餌を選択すると釣りが開始されます。餌？釣り座が大きく違ったタイミングで丸を押すと魚との格闘が開始され、魚の位置と逆の方向に L を入力することで魚の HP を増やすことができます。魚の HP をなくすことができれば自動で釣り上げてくれます。なるほど、ちょっと釣りして一回してみようか。じゃあ、おい、お前大丈夫か。巻貝、これ餌なんだかな。どこだ釣り。あ、ここか。うわ、餌ある。近い。え、そんな近い。うお、イルカ飛んでるよ。あ、今だ、こっち。いや、こんな近いとこにいる魚、そんな貴重な魚。薬魚だっけ、薬魚だっけ。え、魚の HP 全然減らないんだけど。え、入れてるよね。あ、え、違うよね。え、全然減らないんだけど。あ、手前に引かなきゃいけないのか。逆方向って聞いてたから、なんか左に行ってるから右にやってた、ずっと。おい、え、早っ。一発で釣ったわ。ニューレコード。薬魚の最大体長記録が更新されました。 4.33 インチ。薬魚の最大体重記録が更新されました。 0.31B。 今度何？よし、これをヨナに持って帰ろう。うん、持って帰ろう。鮮度悪くなる前にね。ただちょっとあそこ行きたいよね、おばあちゃんのところ。おばあちゃんが気になる。おい、とどうにも疲れるね。降りてきてるじゃん。喋れないのかい。え、あっちにいるばあちゃん。ちょっと、はい、ちょっと、ここだよ。
呼んでるね。こんな老婆が大変そうにしているのに見て見ぬふりかい。いや話しかけようとしたんだよ俺は。まったく最近の若い子ときた血も涙もありゃしない。すいません。え、僕のこと？やっぱ剣出せえな。なんかよせ、足を止めるな。シロ、こういう手合いは虫が得策であるぞ。いた、いた、たたたたた、あいつ。おばあちゃん、どうしたの？チャベル本なんて奇怪なものみたいな。一秒が悪して。わかります。心中察しします。心中察します。我が奇怪だと失敬であるぞ。機械じゃないと思ってたのかね、逆に。何が失敬なものか。君が悪いから機械って言ったまでだよ。この言わせておけば貴様。ちょっとシロ、ちょっとお待ちよ。かわいそうな老婆を放っておく機械。かわいそうなものか。まあ聞いてあげよう。どうしたの、おばあちゃん。もうちょっと早く助けてくれてもいいんじゃないのかね。ごめんなさい。それだけ口が回れば大抵の用事はこなせそうだが、我らに何を頼みたいのだ。郵便局まで行って私宛ての手紙をさっさと届けるように言ってくれないかね。そのくらい自分で。わかった。行きます。郵便局？ここ近いじゃん。ただちょっとこっちの灯台気になるよね。なんかあるかな。はい、多分これ郵便局。ってか入れる建物もあるんだね。これ結構調べるの時間かかりそう。あー、この人か。いや、いらっしゃい。おばあちゃん怒ってましたよ。入り江で会ったおばあちゃんが自分宛ての手紙が来ているはずだって。ああ、東大のばあさんか。東大のばあさんか。東大に住んでんだ。いかにも、あのうるさい老婆にさっさと手紙を届けよ。届けたいのは山々なんだけど、ちょっと足を怪我してしまって。致命的やな、配達員。そうか、それは大変ですね。いいこと思いついた。僕が届けます。やめろ、口に出すな。いいことなわけがない。絶対違う。我は分かっておるのだぞ。シロってなんでこいつついてきてんだろうね。僕が配達員さんの代わりに届けます。すまないね。気をつけるんだよ。あのばあさん、一筋縄ではいかない性格だから。届けるだけでしょ。知っておる。手紙の確認。オプションでメニューを開き、メモのタブの中の記録帳で手に入れた手紙やメモ内容を確認することができます。人の手紙勝手に読むってこと？うん。あ、今度は何だ。君たちはポポルさんの村からやってきたのかい？おう、そうです。そうだよ。どうしてわかったの？ポポルさんの村っていうか T.T の村だけどね。服がちょっと違うし、ここらの人とは雰囲気が違うからさ。あ、そう。もしよかったら村に戻った時にこの手紙をポポルさんに渡してくれないか。いや、いいよ、渡すのはいいけどさ、君それでお金もらってるわけじゃん。こっちにもちょっとお金回してくれないとさ。そこは君立ってるだけでお金もらうことになるよ。それはもちろん。まったく、この調子なら郵便配達員に転職した方が良いな。そういうことさ。そういうことになっちゃうから。手紙の件よろしく頼んだよ。頼むだけじゃなくてよ、そこはちょっとギャランティー発生させてくれんと。あ、なんだこの部屋、気になるわ。あ、なんか押せる。あ、こういうのもあんのね。あ、なんか部屋あった。黒真珠。黒真珠って何ですか？アイテム、黒真珠、黒真珠。
黒真珠。あった、黒真珠。素材だね。大粒で黒光りする希少な真珠。じゃあおばあさんのメモ読んでみようか。あ、待って、手紙あったんだけど、ポポルへの手紙、ローバへの手紙。俺ポポルへの手紙も読んでないね。守りについて書かれてる手紙、これもついだから読んでみようか。ポポルさん、海岸の町の町長です。あ、これ今もらった、あ、2つもらったからか。あ、そういうことね。連絡が途絶えがちだった崖の村ですが、魔物の出現率が以前よりも増加しているようです。村長との連絡も取れません。いや、崖の村なんて村長も立てこもってるよ。魔物の勢力は以前よりも拡大しているようなので、あなたの村も防衛体制を整えることをお勧めいたします。私たちのところはまだ発生していませんが、気をつける必要があるかと思い、お手紙を送らせていただきました。以上、ご連絡まで。うん、で、ローバイの手紙、勝手に読んでいいのかな。最愛の君へ。君と会えなくなって随分経ちました。遠い国で病気になるのは大変だけれど、なんとかやっています。周囲の人も優しく、ゆっくりと体を治してから国に戻ろうと思います。心配しないでください。あと、君も体を大事にね。一時も君のことを忘れた日はありません。それではまた。いや、トゥーとフロムを書かないと。まあ、最愛の君は100歩ずつって分かったとしても、フロムを書かないと、誰からかを。あ、これで終わり。こっち側の部屋行けるわけでもなく、黒真珠だけの部屋ってことなのかな。よし、じゃあ戻ろっか。さあ、戻ってきました。あれ、おばあさんいないね。いないようだな、あのローバ。待っときや、手紙頼んだ。確か東大のばあさんって言ってたから、東大に行ってみよう。オッケー、分かってるよ、先行ったから。全く面倒な話だ。いや、白いいね。白、これ本当にどういうつもりでついてくるの。なんかあったっけ、そんなストーリー。記憶力が乏しすぎて忘れちゃうな。さあ、着きましたよ。おばあさん、お邪魔しますよ。おばあさん、どこですか。2階にもいない。上かな。あ、いた、ベッドにいるね。まあでも部屋の広さなんて本当こんなもんありゃいいのかな。おばあさん、届け物です。なんだ、あんたかい。何しに来た。望み通り手紙を届けに来たのだ。配達員さん、怪我しちゃったらしくて。怪我は、全く使えない配達員だよ。どうりで手紙が来ないはずだ。手紙をくれる相手がおったとはな。大事な人だよ、私の大事な人さ。ま、届けてくれたお礼だけはやろうかね。おばあさん、すげえ金くれるじゃん。違うよ、俺らは郵便局の人からもらわなきゃ。手紙をくれる相手がおったとはな。あ、終わり。大事な人だよ、私の大事な人さ。終わりですか。じゃあこれで、さて、さて、次のミッション、さてってポポルさんに届けるわけではないんだ。ていうか、ヨナね、薬もゲットしたのに、全然こういう時はヨナってならないんだね。さて、歩いてればイベント起こりますよってことかな。どこだ、どこでイベント起きる。ヨナに早く薬を食べさせないと。うん、戻ったよ。で、
じゃあヨナに薬を与える。いやワープしてーなー、あそこまでまた走ってくのか。まあじゃあちょっとヨナのとこまで戻りますね。はい、ヨナのとこ帰ってきました。さあ魚を。お兄ちゃん痛いよ。魚をあげよう。もう大丈夫だよ、今薬を飲ませてやるから。魚を出されて薬って言われてもね、魚を食べさせてやるからだったら分かるけど。ちょっと苦いけどよく効くから。苦いんだ。お兄ちゃんヨナ苦くても平気だよ。ヨナは強いな。ん？翌朝薬飲んでゆっくり寝ましたと。そしておはようお兄ちゃん。体は？調子はどうだい？ないよ。そっか、よかった。本当によかった。ねえお兄ちゃん、その古本は何？今更だな。そうだ、ヨナにも紹介するよ。我が名はシロの書、深淵なる英知の。こんにちは、シロちゃん。我が名はシロ。もずっとヨナのこと心配してたんだ。そうなの？ありがとうシロちゃん。もうその呼び方でよい。この兄にしてこの妹はありであるな。じゃあお兄ちゃんはポポルさんに用事があるからおとなしく寝てるんだぞ。うん、ん？なんかミッションみたいなのあるよ。持ってこいと。そうなんだ。ヨナの悲しむ顔は見てられないよ。持ってこいと。よし、僕が材料を取ってこよう。料理諦めてくんねえかな。本当？ヨナ、頑張って作るよ。これだけどさ、だってさ、いつでも作れるようにヨナ待ってるからね。彼女が俺のためにカレー作ってあげるけど、じゃがいもと肉がないんだよな、ね、って言ってきてるってことでしょ。何が言いたいの？別に何でもない。そりゃヨナの料理は絶品とは言い難いけれど、それでも愛情がいっぱいで、可愛い妹に料理を作ってもらえるってことはお兄ちゃん冥利に尽きるってことで。別に何も言ってはおらんよ。そう。まあ頑張ることだな。うん。妹に料理作ってもらってお兄ちゃん冥利に尽きるんだ。くれませんか？ポポルさん宛ての手紙を持ってきました。ここで手紙ね。ありがとう。お酒のこと聞いてきてないけどね。これはどうしたんですか？いやもう読んだじゃん。海岸の町の町長によると、崖の村に魔物がまた大量発生しているらしいの。また魔物が大量発生？あの不機嫌な村のことかっていうリアクションできたらうさんくさいかな。でもまだたくさんの人があそこには。わかった、行ってみます。魔物だ。何しに来た？助けに来たんだよ。感動するのは後でよい。感動なんかするか。あれ崖の村行こうとしたらカイネさん襲われてるね。魔法の効かない敵、呪文のようなものを常に放ち、魔法が効かない魔物が時々存在します。
そのような相手は武器で戦うようにしてください。カイネさん頑張ってるじゃん。あれ、なぜこれほど急に魔物が。わからない、村の方にも出ているんだ、うん、助けに行こう。封印されし言葉も見つかるかもしれない。行こう、俺と一緒に行こう。カイネさん、あれ、行こう行こう。そうそうそう、行かないね、固くなだね。行っちゃうよ俺。あー、なんかこれが、いやいや、カイネさんついてくるじゃん。なになに、寂しがりじゃん。カイネさんまたついてくるんじゃないの。よし行くぞカイネ、ついてこい。結局ついてくるんでしょ。どれどれ、あれ、カイネ、おい、ついてきてんじゃん。結局は好きなら好きって言えよ。どれ、ここら辺で多分敵がバーって、お、あ、出た出た、こいつじゃん。ほらカイネの敵じゃん。カイネ頑張って。カイネ、ていうかこのゲーム本当にボスが多いな。1時間ごとぐらいにボス出てくるんじゃない。やっぱ戦うんだね俺も。結構攻撃してるからな。ただもうね、悪いけどレベルも上がってます。無断するでないぞ。大丈夫、剣も強いです。なんてないよ、俺からしたら。あぶない、おい、何戦ってる、死ね。いや、な、何、今なんて言ったの。これちょっと魔法吸収できる、してるこれ。貴様を転がして蹴飛ばしてやるよ。できてるのかな、なんかできてる感が全然ないなこれ。急げ、カイネが奮戦しておるぞ。これやっぱ顔攻撃しない。あ、ちょっと成功しよう。なになに、勝手に出た。あー、ちょっと待って、人いるんじゃないのあそこ。この手さ、あのサッカーのやつみたいじゃない、なんかギャラクシー、違う、なんすけ、キーパーの人、こういう手でゴール守るやつ。あー、全然出てこない。私があのデカブツを抑えているから、お前はザコを頼む。はい、お願いします。ザコはどうしようかな、ちょっとじっくりこれ待ってようか。カイネ戦ってる、カイネ戦ってる、あ、戦ってる、血出てる血出てる。待ってたら倒してくんねえかな。やっぱあっち行った方がいい。カイネさん、カイネさん、助け必要ですか。あっ、ぶ、ぶぬ、ちょ、これ俺使ってみたいなさ、これを使ってみたい。おお、あ、吸収してるわ。うんうん、吸収してる吸収してる吸収してる。で、はい、あ、え、あっちに飛ぶの。あ、いいじゃん。あ、それで行こう。俺こっち側から遠隔で助けるね、カイネを。そんなことできる、これ一番楽なんだけど。あ、ワード取得なと泣き叫ぶ白鳥を入手した。すべてに有効、体術 MP 回復量アッププラス 4%、 魔法武器特殊効果毒。そういえば俺あんまり装備してなかったな、ワード。あ、やべえ、マジっぽいのが切れた。あ、死んじゃうな。まあ、いっか、いくか。なんか時間かかりそうだし、帰れ、帰れ、弱そうだもんな。助けに行こう。てかそっち側行けんの、娘は誰。あ、これ階段が起きるの。戦ってった方がいいのか。呪われてるんだ、お前がいる限りこの村に平和など来ない。ひどい言われようだな。
チュートリアルする兜割りを入手した。おぞましい姿の魔物付きめ。お前など人間じゃない夜の化け物、さっさと出ていけ。いけるか。何言ってるんだ。カイネはみんなのために。うるさい。そうだよ。あ、得意なあのこれでいけんじゃん。よし。得意のっていうか2回ぐらいしか取れない。1回ですか。1回の回数すら持ってかね。はい、カイネチュートリアル受け身。チュートリアルとか1回見てないの俺。初見ゲームなのにゲームをちゃんとやってほしいね。カイネどう。俺ザコやったよ。カイネお待たせ。村のみんなはどうしてあんなひどいこと。いいんだ、すべて事実だから。奴がつかぬものは何だ。顔ちゃんと放棄した方がいいのかな。あそこから魔物を排出しておるようだ。あのタンクから壊そう。ちょっと待って、なんか飛んでくるな。ザコ的倒しきってないか。うわ、ちょっと待って待って。なんだこいつ。こいつ邪魔くさいな。ちょっと待て待て、やばいやばい。おお、待て待て、そういう攻撃はやめてくれ。こっちレベル上げてきたんですけど。あ、待って、強いですね。あ、チャンス。何これ、何これ、何何何持ってんの、何持ってんの、何持ってんの。え、何それ。どうどうするのそれ。どうやって攻撃するの。いや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 、どうするの。もう一回来い。よし、ほら取ったよ。また勝手に攻撃してくれる。白強っ。クソ、逃げてばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるからカイネはあっちで待ち伏せして。わかった、無理はするな。カイネも仲間じゃない。俺ら仲間じゃない。え、どうすんの。うん、すいません、ちょっと薬草の方を。いや、やだもん、あいつ。ああ、なるほどね。下にいたら当たらないって感じね。うん、なるべく戦いたくないよ。なるべく下に行って。ちょっ、はい、来てよ、こっち来てよ。逃がすでない、追撃するのだ。これでカイネと挟み撃ちできる。どこ行くの。うん、カイネ。あ、上、もうちょい上行かなきゃダメ。いや、HP なくなったら黒くなってくるから助かる。やっぱ当たるんかい。やばい、待って、薬草。もっと薬草使うか。で、これ攻撃はどうすんの。こうか、当たってるか。違うな、なんか手応えがあんまり感じねえな。これあれか、なんか違う場所行かなきゃいけないのか。結局倒さなきゃいけないのか、これ。上か。あ、全部倒したらいいってことか。いや、もうそれやってたよこれ。カイネ、出番だぞ。しっかりやれよ。いや、本当にセクシーだな、この人。
ここで終わりだ。カイネン魔物だから魔法使えるのか。我らも行くぞ。行く？どっち？どっち？戻るの？これ HP、 ボスの HP 全然減ってないけど、カイネン戦ってないのかな。全然違うとこ出てきたな。どうする？これあれ、上から行くのか。で、出てきたね。やっとこっち来れた。長かった。かいね。全然ボスのためにやってないんだけど。かいねさん、ちゃんと戦ってる。こいつ攻撃してる？うわ。かいねがいてくれると心強いよ。そう、全然ダメージ与えてないけど。いやいや、ちょっとハマってる。いや、ハマってるって。カイネ、カイネ、おもだわれはごめんだぞ。カイネ、何してんの。全力で頑張るよ。ちょっと待って、ちょっと敵がさ、何その攻撃。休憩してほしい。いや、ちょっとさ、いやマジかこいつ。あ、なくなっちゃうんだ、あのゲージ中にやらないと。カイネンは、カイネンは何してんの。魔法の方がいいのかい。じゃあ俺魔法にしようかな。ほらどうよ。いや、あ、落とされるのとかやめてほしい。うわ、あ、これ吸収できるやつじゃん。吸収しよう。おい、あ、使えるんじゃないここで。あ、いいねいいねいいね。はい、チャンス。いや、すげえ吹っ飛ばしてくる。強えって、ここの敵。あ、何、片方やればよかった。いやでも絶対死んでないじゃん、まだ。いや、レベル上げたからもマジ危なかったな。薬草10個システム改善してほしい。え、カイネ、私だよ、おばあちゃんだよ。大きくなったね。カイネ、どうしたの。久しぶりだね。カイネに会えておばあちゃんは嬉しいよ。おばあちゃん、どうだいカイネ、おばあちゃんのとこに来ないかい。誰にも頼れず、どこにも属せず、ずっとずっと一人で辛い仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろう。ねえカイネ。それだけか。話はそれだけか。何言ってるんだいカイネ、おばあちゃんは。話が終わったんなら、その臭い口でもう二度と喋れないように粉々に刻んでやるって言ったんだ。このやろう。おばあちゃんは絶対に言わない。あ、おばあちゃんじゃないってことね。じゃあ仕方ないなんて、死んだって言わない。だく、私をどれほど死にたくても、おばあちゃんの仇を討つまではずっとこの醜い体を晒して生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。はあ、なるほどね。こういう、これ本当におばあちゃんなのかなと思った。このなんかおっぱいみたいにいっぱいついてんだよこれ。だからなんか本当におばあちゃんがなんか魔物になってこうなったのかなと思って。よし、死んだんじゃない。わかった。いや、カイネこっち来て。カイネ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 早く。
かいね、全然こっち来ない、手伝わない。ゴールキーパーじゃん。カイネ、あやつ、あのまま死ぬつもりだ。なんでカイネだけやってんの。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれぬ。シロが決めちゃダメだ。うん、死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、どんな状態でも、人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずさ。カイネにだって、ヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。だからね、このね、町の人が、町の人？崖の村の人がね、許してくれるかどうか。俺もこの地元でこういう感じで嫌われたら出ればいいかなと思っちゃうけどね。そんなに別に未練はないけど、まああんまり人と絡むこともないよね。てかさ、この音楽めっちゃ良くない？またいいとこで寝てますね。死ぬ気なら落ちればいいのにな。ラピュタ？シーター。おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。シーター。カイネ、こっちだよ。パズーだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく、手間にかかる女だ。構えた。死んじゃダメだ、カイネ。生きる。何のために。それは。私の復讐はもう終わったんだ。まったく、御託の多い女ほど扱いづらいものはない。シロ、我らに復讐を手伝わせておいて、終わったらさよならか。たわけが。あるほど俊敏に戦うくせに、頭の方は点で回らぬようだな。仲間のために死ぬことこそ、剣士の本望なのであろう。仲間？仲間？そうだよ。僕たちもう仲間だよ。別に、我はそういう意味で言ったわけでは。じゃあどういう意味で言ったの？それは。カイネ、僕たちと一緒に戦ってくれる？バカ者、単刀直入すぎるぞ。ここはもっと段取りというか、手順というか、なんというか、言葉を尽くして交渉に当たるのが一生正しき。我を物のように呼ぶでない。我が名は白の書、深淵なる英知の。では白。だからなぜ略するのだ。貴様の言う通りかもしれないな。復讐以外の自分、一緒に来てくれるよね。この剣の使い道が分かるまではそうすることにしよう。かわいいね、バカいね。封印されし言葉を手に入れた。魔法黒の幻影が使用可能になりました。黒の幻影、魔法で近くの敵に自分の分身を飛ばして攻撃します。ボタンを押しつけると攻撃範囲を広げることができます。めっちゃ強いんじゃない？そうか、ワイルド仲間。お前の妹の黒門病に
それを直すために封印されし言葉が必要なんだ。なるほど。どうしたの？役に立つかどうかわからんが、国門病について知っていることがある。ある国の王が国門病にかかり、その治療方法を研究しているらしい。その研究が進んでいれば、あるいは治療可能になっていると。ああ、実際のところはわからないがな。砂漠の奥地にある仮面の町という国だ。行ってみよう。行ってみよう。治す手がかりが見つかるかもしれない。それで済めば我の仕事も楽になるのだがな。逆にそれ以外の仕事あるか。やった、ついにカイネが仲間。なんか装備とかさ、待って、このゲームはあれなのか、基本主人公のみで、カイネはカイネで勝手になるパターンのやつか。装備確かに切り替えれないよね。来てるか。いや、え、ちょなんでマイク。カイネちゃんと来てる。何そのアラレちゃんパシリ。よし、じゃあちょっとカイネも仲間になったことだし、今日はこの辺にしましょうか。ちょっと長くなっちゃったけど、まあ、前回短かったんで、じゃあまた次回やっていきましょう。あ、カイネ、じゃあ一緒に並ぼう。あれ、お礼を言おう。はい、あ、いいね。じゃあ今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。